こんにちは、デコポンです。最近ですね、ゴドクスの TT600 というストロボをですね、仕事とかで使ってるんですけど、2灯プラス4灯のストロボ2灯、これをスレーブにしてたんで X1T っていう、あの送信機は、2灯分の光量を調整できたらよかったんですけど、これ4灯になったことでですね、このコマンダーで4灯の光量がこう調節できたらベストだなというふうに思って、ちょっと設定見てみたんですけど、最初分かんなかったんです。 ABC っていうのが書いてあってですね、これこうこのくるくるを回すと ABC が選べるんですけど、要は3つしか選べないじゃんということを思って、最初は諦めたんですけど、いろいろ調べて、実際自分でやってみると、これで5灯までコントロールできることが分かったので、一度ちょっと説明してみたいと思います。順番に ABCD シールと、まあ、貧乏くさいんですけど、シールをね、1、2、3、4って貼ってあって、それぞれ ABCD っていう意味なんですけど、 A を、変えてやるとこれも連動します。B を変えてやるとこいつも連動します。 C を変えてやると連動します。でも D をコントロールできないということになって困ってたんです。で、これを解決するのがですね、一番上の CH/OK ボタンを長押しするとファンクションメニューが出てくるんですが、ファンクションの6番っていうやつが3か5っていうのを選べて、3台までのストロボをこいつでコントロールするようにするのか、5台までコントロールするようにするのかを選べるようになってるんです。で、これをまあ5灯にしましょうよ、5にするんです。で、表画面に戻ってくるんですけど、やっぱり A から C までしかなかったんですよね。で、これどうしたらいいんだろうなと思ってたんですけど、このモードボタンを長押しすると、ここに GR っていう表示が出るようになって、で、これをすることで、A から BCDE 5灯までコントロールできるモードになります。これだったら、A をコントロールできます、 B もコントロールできます、 C もコントロールできます、 D もコントロールできます。1段ずつ光量調整で、せーの、4灯まで一発でコントロールできるようになりました。このね、 X1P 使い方いまいちよくわからん、悩んでるっていう方が、これ見てね、参考にしてもらえたらなと思います。この動画参考になった、ためになったと思ったら、いいね、評価、チャンネル登録とかもお願いします。では。